はいどうも、りょうへいです。本日は埼玉県にあるモンタナスポーツに来ております。で、ちょっと珍しいグローブが入ったっていう情報があったので、じゃあグローブオタクとして見ていきたいなと。ちょっと急で私服ではあるんですけれども、私服でもグローブは見れるんで、ちょっと中に入っていこうと思います。はい、で今入ってきたんですけれども、早速目についたものがありまして、いや見たことないです。 Z の限定品なんですけれども、カタログにも載ってないです。ここに3つほどあるので紹介していこうかなと思います。まずはこちらの内野手用 H-WEB のグローブです。中にはプロステータスと刺繍が入ってます。こちらの特徴は、まあ、まずは2色ネイビーと茶色系のグローブで、指股が入ってなくて深めにポケットを作るようなグローブとなっております。重心が若干低めかなと僕自身はめて思いました。いやーいいっすね、渋い色してるので、いや魅力的ですね。ワクワクしますね、こういうの見てると。ただちょっとまだ他にもあるんで、こちらの次のグローブになります。プロステータスの、グローブで、中に、まあ、ちょっとさっきも書いてあった黒いグローブで見づらかったんですけど、オーダーと書いてあります。まあ、甲子園で半夏連覇した某高校の選手が今プロに入って中日ドラゴンズなんですけど、その選手のモデルのグローブとなります。契約的な問題とかもあって言えないんですけど、中日甲子園で活躍した、Z でわかるかなとは思うんですけれども、でこちらのグローブの特徴は、多分源田選手とかと同じサイズ4ぐらいの大きさかなと思います。源田選手と違う点はここに指股がないので、広くというよりかは、深く狭く使うようなグローブなんですけれども、逆巻きになってるので少し普通のグローブよりかは開くのかなといったような感じです。まあ、なんといってもこの単色の一色だけの色っていうのが、軟式の限定品とかだとなかなか逆に2色が多かったりとかっていうところを、あえて1色で攻めてくるっていう、この渋さが映えるグローブだなと思います。さてもう1個あるので、そちらもちょっとご紹介していきます。はい、でちょっとやる前に目ついちゃったんですけど、こちら、はい、こちらも Z のプロステータスの今年の限定グローブになります。こちら何種類か他のグローブも出てたんですけれども、こちらは内野手用のサイズが4、源田選手とかと同じ大きさのグローブです。源田選手との比較って Z でよくされると思うんですけども、違いとしては同じように指股が入っておりません。あとは逆巻きじゃなくて順巻きとなっています。でこちらの選手もまだちょっと言えないんですけども、プロ野球選手の同じ型のモデルのグローブとなっております。今流行りのクリームで、クリームも最近使い始めたよという方も多いと思うので、気になった方がいればぜひモンタナスポーツさんでご購入してみてください。はい、最後がこちらになります。いやもう派手。こちらも中にオーダーと書いてあります。既製品ではないよっていうグローブです。でこちらのグローブの特徴が、先ほどのクリーム色と同じ選手のモデルになります。源田選手と比較になると同じように指股なし、逆巻きじゃなくて順巻きとなっております。補足なんですけれども、こちらの、まあ、某中日の選手のグローブと巻き方が違うので、基本的にはこの2つは巻き方次第では同じグローブになるのかなと。逆にこちらのグローブを逆巻きにしたらこちらと同じような型になりますしっていうような、グローブになります。今紹介したグローブの中で、はい、これ僕買いますみたいなのあるんですか？いや欲しいんだったらこれですね。以前動画で紹介したんですけども、源田選手のグローブを持ってて、まあ、パリーグでそれに匹敵する選手の、もう大体皆さん分かっちゃうと思うんですけども、使用してる同じカラーなんで、まあ、あえてライバル同士を揃えようかなみたいな形で、買っていいですか？マジで言ってる？はい、最近、まあ、内野も少しずつやるようになったのでやっちゃいます。マジっすか？はい、購入しちゃいます。すぐ決めちゃっていいの？いやもうだってね、迷ってるうちになくなっちゃう可能性があるんですよ。なるほど、一期一会グローブも出会いは大切っす。じゃあサイズがこっちはちょっと買ってきちゃいました。マジでってもう値札が切れてる。やばー、マジでこいつマジで買ってる。こちらお値段が税込みで 39,600円になります。さっき紹介して4つともですか？こちらのオールスターモデルだけ 29,000円のプラス税で、はい、僕の買ったこれと残りの2つが、39,600円になります。埼玉県でこのグローブたちが置いてあるのって多分モンタナさんとあと数店舗ぐらいなので、ちょっとでも気になったらぜひモンタナスポーツさんへレッツゴーしてください。それではちょっと今せっかくなのでチームで片付けをしていこうかなと思います。
初めての試みで、今流行りの内野手の小ユニで掴んでいくような型で一回やってみようかなと。どういうものなのかっていうのも含めて、ちょっとそちらの方で型をつけていきます。まずはちょっと5分間スチームに入れていきます。はい、今スチームから出して、今は何もせずにも片付けないでもここまで柔らかくなってるので、ちょっと揉んでいこうと思っております。今回は小指でちょっとこういう風な型を作っていこうと思うので、そこに合わせてまずはこちらを揉んでいきます。で、僕は結構ここが柔らかいグローブが好きなので、ここも重点的に揉んでいこうかなと。丸めなグローブをちょっと小指で作っていきたいっていう感じがあるので、今まだちょっとこっちはだいぶ柔らかくなったんですけど、親指の方がまだ硬いイメージなので、こちらも揉みほぐしていきます。いやー、皮質がいい。さすがプロステータス。小指2本だとあんまり親指を柔らかくしすぎなくてもいいのかなっていうところもあるので、ちょっとこのぐらいで押さえておいて、その後ちょっと叩いてセットを作っていきます。痛い。今回はちょっと奥の方に、ウェブ下にどんどん叩いてポケットを作っていきます。本来僕のグローブってこっち側叩くこと多いんですけど、初めての深めの方を小指でどんだけ掴めるかっていうのをちょっと検証みたいな形で今後使っていこうかなと思います。だいぶここがくぼんできたかなっていうのが分かるかなっていうので、ここのくぼみでボールを取っていくようなイメージで今後のキャッチボールとかをやっていこうかなと思っております。また少し経ったら小指グローブ使ってみた結果どうなったみたいな動画も出せればなと、しばらく育てていきたいなと思っております。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で、源田モデル軟式内野手用をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があれば、ぜひともコメントをよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まで、あとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。Keep it.